実業家の堀江貴文氏47が21日、ツイッターに、医療関係者が頑張っているから遊ぶなってのは暴論だろ、と投稿した。これはライフラインに関係ない趣味、思考的な職種は真っ先に休業すべき、というフォロワーの意見に応えたもの。別にパチンコしてる人たちがこれ見よがしにそれを広く世の中にアピールしてるならまだしも、濃厚接触しやすいキャバクラとかなら別だが、としており、極端な外出自粛や休業要請に対して否定的な見解を示した。